僕らはですね、どうしてもこう構造っていうと、まあ、家が強くなるとかですね、家自体を考えがちなんですけど、ポーラス暮らし科学研究所という名前があるように、そこに住む人のことをですね、考えて建物を作っていくということを考えると、構造強いだけではなくて、やはり住む人が住みやすい、広い空間に住める、もしくはですね、心地よい空間に住めるということをですね、さまざまな視点で考えて研究を進めています。また構造の中でもですね、免震、制震、耐震というですね、いろんな技術が来るんですけれど、僕らはですね、その流行り廃りに考えるのではなくて、お客様にとってどれがやっぱり住むために大事なことかということをですね、データを取りながら、それを分かりやすい形に変換して、お客様にこう、納得していただいて、家づくりを、一緒に協力して進めていこうという姿勢で、ご提案させていただいております。